ロサンゼルスにあるこちらの大学でもワクチンが義務化されました今年秋からの正常化を目指しています。 アメリカメディアによりますと秋からの対面授業に出席するための条件としてワクチンの接種を求める大学はハーバード大学など400校以上に上ります長期間のオンライン授業を強いられた学生の多くが義務化に賛成しているとみられますただ一部の州知事らの反対の声も根強く地域によって対応が分かれています